画廊伝説スペシャル。1992年スーパーファミコン画廊伝説。1993年スーパーファミコン画廊伝説2で全国のゲームファンを熱狂の渦に陥れた画廊伝説シリーズ。そして1994年その画廊伝説シリーズの集大成であり格闘ゲームの頂点ともいえる画廊伝説スペシャルがこの夏ついに来る。今回は史上最大の舞踏会を余すところなく再現するため容量もまさにスーパーファミコン史上最大の32メガを搭載。これ以上ない熱いバトルが実現される。それでは君を待ち受ける15人のファイターたちを紹介しよう。マーシャルアーツの達人テリー・ボガード、骨法のスペシャリストアンディ・ボガード、若きムエタイチャンプジョー・東、最強の正統派レスラービッグ・ベア、泣く子も黙る柔道の鬼山田十兵衛、太極拳の使い手陳新山、テコンドー命の熱血キムカッファ、ダイナマイトボディ知らぬい舞、戦うストリートダンサーダックキング、八極政権を極めた老師タンフール、某日の使い手ビリー・カーン、ボクシング界伝説のチャンプアクセル・ホーク、孤高の闘牛士ローレンス・ブラッド、暗黒街の支配者キース・ハワード、恐るべき闇の帝王ボルフガング・クラウザー、君は誰と戦い誰で勝ち抜くのか、そして完全優勝の後には一体何が待ち受けているのか。ここで君だけに極秘の情報を教えよう。なおこのビデオはくれぐれもコピーなどせぬようにしてもらいたい。スーパーファミコン画廊伝説スペシャルはあくまでもオリジナルを忠実に再現している。例えばキャンセル技や避け攻撃といった攻撃パターンなども細かいところまでオリジナルそのままなのだ。ガロファンの君は一刻も早く自分の腕を試してみたいところだろう。そこでスーパーファミコンガロー伝説スペシャルではそんな君のためにストーリーモード、VS モード、団体対戦モードの他にもう一つ秘密のモードを用意した。詳しいことはまだ言えないが、このモードによって君の本当の実力が全国レベルでわかる。このランキングモードともいえる新モードでぜひ腕試しをしてほしい。スーパーファミコンソフト画廊伝説スペシャルが7月29日ついに発売だ。
老伝説。あらゆる格闘技の源流となった伝説の力をめぐり、今運命の戦いが始まる。格闘アクションゲームの最高峰が完全オリジナルストーリーでスクリーンに炸裂。このテリー・ボガードが相手だ。少女スーリアを狙う謎の軍団。巨大な野望の渦に巻き込まれるテリーたちの運命は。この夏、君は空前のアクションと愛のドラマを見る。画廊伝説。嵐が来る。頂点をスーパーファミコン画廊伝説スペシャル。